皆さんこんにちはこちら私の愛犬のテディです今年で十三歳なんですが冬になるとどうしても元気がなくなっちゃうんですちょっと心配ですね人が高齢化になってきていろいろな問題になっていると同時にワンちゃんたちもですね高齢化というものがあの進んできているというふうに思うんですねインターネットで人気のペット用品の販売店の方は ここ最近になってあの老物はすすごく売れてますデイリーフードがすごい今人気ありまして日々のご飯にプラスするスープとかあとはちょっと添えるような,なんかちょっとしたフードハンバーグだったりそのようなフードものが一番人気あります。 お客さんから相談を受けたりりすすすることってすごいありますメールや電話であの今、老犬で何歳なんだけどご飯が今食べれなくなってきたとか今のフードをちょっと買いたいなとかって思うとかあとはもう高齢になったので食欲ないなら好きなものをちょっとでもいいからあげたいなっていう方などからはかなりご連絡いただきます高齢のワンちゃんは肝臓や腎臓などの働きが弱くなってきます。 カロリーが低く体に優しい素材を使ったものが人気だといいますネットにおける介護グッズの売り上げはペット商品のうちのなんと約40%にも上りその割合は年々増加今のワンちゃんの高齢化に伴って人気のあのグッズとかはありますか そうですねあのワンちゃんの高齢化に伴ってですねあの人と本当にこれも同じになるんですけれどもあの高齢のワンちゃん用のグッズというものが最近あの、えー、出てきています例えば一番やはり必要なことは人と一緒ですけれどもおむつというものが必要になりますなぜかというとやはりあの自分で排泄 ですね、あのおしっこだとかうんちとかっていうものがなかなかできなくなるのでおむつというものが必然的に必要になってきます。 あとはあのそういうおしっことかうんちができなくなるっていうことは寝たきりの子っていうものはどうしてもその場で床の上に寝るということになってしまうので人と一緒になるんですけど床ずれというものができてしまうんですね。でその床ずれを予防するとかっていうことによあの必要なこととしてはやはり低反発の的。 というものもあの発売販売されるようになってきています。他にはやはり足腰が悪くなってきているということもありますので、あのまあ、ソファーですとか階段などをうまく上り下りできるようなあのまあ、器具というんでしょうかね。あのそういうものも出てくるきているというふうにもありますので、はい、いろんなものがワンちゃんたちにあの必要なものとして出てきています。また食事のことに関してお話をさせていただくと、あのカロリーが高い。 たんぽ栄養とかっていうことで。あのー えー、若い子たちにはそういうものを特に気にせずに与えていたかと思うんですが高齢になってくると肝臓や腎臓であったりだとかそういうものがあの悪くなってくることがよくあるんですねですのでそういう肝臓のため腎臓のためそういうものをできるだけそういう臓器などをケアするための食事というものが出てきています。例えばののののごご飯飯でででああああっっったたたりりりだとかか、えー、は低それから高,高栄養高カロリーのものであったりとか そのワンちゃんにとって必要な食事というものも最近はたくさん発売されるようになってきています。要因としてはなぜワンちゃんたちは長く生きられるようになったんでしょうか そうですね。それはあの、いくつか理由があると思うんですけれども。まず、ワンちゃんたちが生活する環境が随分改善されたということ。例えば、あの、室外で、いわゆる外で飼われてたワンちゃんたちが。皆さんと一緒と同じ環境で、まあ、生活することができるようになったということが、大きな一つだと思います。で、また、他には、あの、ワンちゃんたちが食べるご飯が、随分改善されてきたこと。例えば、パピー用であったり、アダルト用であったり、あとは高齢犬用であったり、それから、その。 何か病気があったらその病気用のご飯ができたりっていうことも大きな要因になると思うんですね。あともう一つはですねやはり私たちの職業である獣医師になるんですけれども動物医療の向上というものが大きな3つ目になるのかなと思います。